新学期も早々な4月10日。普通の高校生だった俺、五日指導の日常は大きく変わることになった。原因不明の自然災害、空間侵に遭遇した俺は、その中心で暴力的なまでに美しい少女と出会った。なんかそんなものはない。それは今思い出しても強烈な出会い、そして初めて死に直面した瞬間だった。そして俺は知ることになる。自然災害だと思われていた空間侵、それは精霊と呼ばれる超常の力を持った少女が原因だということ。歓迎するわ。ようこそラタトスクへ。精霊保護を掲げる組織ラタトスクに精霊の存在を教えてもらった俺は、彼女とデートして出れさせることになる。世界、彼女を救うために。シド、お前は私を何と呼びたい？私に名をつけろ。どうかな。名前を持たないという彼女に、俺はトーカという名前をつけた。そしてトーカと俺はどこか異質な、でもなんてことない普通のデートを始める。だがそれも唐突に終わりが訪れた。陸上自衛隊の対精霊部隊 AST に所属するクラスメイトである飛び市折り紙がデートに介入し、誤って俺に銃撃。倒れる俺を見たトーカは激高し、折り紙へ最大の攻撃を放とうとしていた。だが得意体質のおかげで怪我から回復した俺はギリギリでトーカの元へと舞い戻る。あれだ、トーカ、俺とキスをしよう。トーカとキスをすると、彼女が放とうとしていた力は無酸した。俺は好感度が上がった。出れている状態の精霊とキスをすることで精霊の力を封印する能力を持っていたのだ。またデートに連れて行ってくれるか。ああ、そんなもんいつだって言ってやる。こうして俺と精霊のファーストコンタクトは無事に終わった。俺とトーカは一歩踏み出したのだ。そう、精霊と人間が共に生きていける未来へ。そしてそれからしばらくして、俺の前に2番目の精霊が現れた。名前は吉野。これ君のか？小動物のように怯える彼女に、落ちていたパペットを渡した時、変化が起こった。やっほー、悪いねお兄さん。
先ほどの怯えた様子とは打って変わってひょうきんに喋り出す。腹話術を使ってまるでパペットが喋っているかのようだった。パペットの名前は吉野。吉野がパペットをつけている時にだけ現れるもう一人の人格だ。吉野との初めての出会いからすぐ AST の攻撃によって吉野は吉野をどこかに吹き飛ばされてしまった。吉野を助けるために吉野を探していた俺はそれが折り紙の元にあることを知り回収に成功したのだが、吉野は AST に捕捉されてしまう。俺はあいつと約束したんだ。俺がヒーローになるって、俺がお前を救ってやるって。でも俺だけの力ではあいつを追うことすらできない。頼む、どうか力を貸してくれ。忘れていたんだろう。私を救ってくれたのはこういう男だった。 AST の攻撃により巨大な吹雪のドームを作り上げた吉野。俺はトーカの助けを借りてその中へと向かっていく。大事なものを届けに。約束通りお前を助けに来た。吹雪のドームを命がけで抜けた先に吉野はいた。安心して泣き出してしまった吉野に唯一俺が助けてやれる方法を試すことになる。そうして俺は二人目の精霊を救うことに成功したのだった。だが精霊の攻略はやはり簡単なものではなかった。それを実感したのは三番目の精霊時咲くるみとの出会いだ。くるみと申しますわ。私精霊ですのよ。衝撃的な自己紹介とともにくるみは俺のクラスに転校してきた。そして俺はくるみに指名されくるみに学校や町を案内することになる。くるみとのデートの最中俺は目撃してしまったのだ。くるみが人を殺すところ。くるみ、お前何を。何かを殺そうというのに自分は殺される覚悟がないだなんておかしいと思いませんこと。命に銃口を向けるというのはこういうことですのよ。俺の心に生まれたのは純粋な恐怖だった。世界を殺す最悪、人類の天敵、精霊。その言葉の意味を理解した。無事ですか、兄様。
クルミに襲われようという時、俺を助けたのは、俺を実の兄と呼ぶ少女、高宮マナ。マナさんとシドウさんはご兄弟でいらっしゃいますの？貴様には関係ねえです。とっととくたばりやがってください、ナイトメア。各地で出現する死なない精霊ナイトメアを倒すために天狗市に来たというマナは、俺の目の前でクルミを攻撃し殺してしまう。クルミもマナも平然と人を殺すことに何の疑問も持っていなかった。だからシド、お願いだ。クルミのことをもう一度だけ見てやってくれ。クルミにもう人を殺させないでくれ。これ以上心をすり減らさせないでくれ。ありがとう、トーカ。目の前で人を殺し殺されるところを見て、本当に自分のしていることが正しいのかわからなくなった俺は、トーカの言葉に後押しされ、クルミを助けることを再度決意するのだった。そして翌日、俺はクルミにお前を必ず救うと宣言する。だがクルミは俺の言葉を信じてくれそうだった自分の分身をその手で殺し、俺に襲いかかった。さあ、もう二度と私をたぶらかせないよう絶望を刻み込んで差し上げますわ。少しの間返してもらうわよシド。絶体絶命のその時、現れたのは妹である小鳥だった。炎を操る力を使い、クルミとその分身たちを撃退するが、封印できないまま取り逃がしてしまう。そして小鳥は5年前に起きた火災の時精霊になったこと、俺の回復能力が小鳥の霊力のおかげだと話す。だがその代償は重かった。精霊の力を抑えきれず、このままでは正気を失ってしまうという小鳥を救うため、俺は妹である小鳥とのデートをすることになる。だが一つ問題があった。それは折り紙のこと。折り紙の両親は5年前精霊に殺された。その時に出現していたのは炎の精霊、すなわち小鳥。ずっと探してきた。ずっと探し続けてきた。やっと見つけた。ようやく見つけた。殺す。私の5年間はこのためだけにあった。でもそんな、まさかあいつが。復讐に囚われた折り紙はクルミとの戦いの映像から炎の精霊が小鳥であることを突き止め、俺とデート中だった小鳥へ攻撃を仕掛けてくる。ダメなんだ、お前は殺しちゃ。その引き金を引いたら人も戻れなくなる。俺はそんなお前を見たくない。
それでも構わない。私の手でイフリートを撃てるなら。トウカとヨシノの手を借りて小鳥を逃がした俺は、小鳥の力を封印することを決める。折り紙の像を自分に向けられるかもしれない、そう考えた結果だ。小鳥、お前は俺のこと好きか？もう好き、私も大好きよ。お兄ちゃん大好き、世界で一番愛してる。そうして小鳥の力を封印した俺は、折り紙と再び対峙する。自分の思いをぶつけ、折り紙から一応の納得を引き出すのだった。そして俺と小鳥は5年前に封じられていた記憶を思い出す。小鳥を精霊にした存在、ファントム、その謎めいた存在の記憶を。そして初夏、そこで俺は繰り返しの日常にとらわれた。シドウもおはよう。待ってたんだよ、ずっと。家から見える天宮市の新名所、新天宮タワー。そして俺の隣に住むという幼なじみ、その神リンネ。もし指導が私を求めるのなら、私はその全てに応じるよ。恋人になって、キスをして、交わって、結婚をして、指導が望むだけ子供を産んで一緒に置いていくつもり。でももし指導が他の人を選んだとしても、私は構わないの。もちろん誰も選ばなくても構わない。逆に全員を手に入れたいっていうなら、それも応援するよ。指導が幸せなら私は何でもしてあげる。指導が望むなら私が何でも叶えてあげる。私は指導の幼なじみでも、恋人でも、妻でも、妹でも、姉でも、母でも、娘でも、上司でも、部下でも、敵でも、敵でも、他人でも構わないの。指導が幸せならそれで。リンネはいつでも俺の背中を押してくれた。一歩前に踏み出すために。だが俺はその時気づいていなかったんだ。それが本当はリンネの心をすり減らしていたことに。繰り返す世界、エデンの支配者ルーラー、その正体がリンネであることに俺は気づいていなかった。だから俺は違和感のある世界でトウカたちと日常を繰り返し続けた。トウカと折り紙とヨシノとクルミと小鳥と、ただ俺の幸せを願ったために。しかしそんな世界もいつしか限界が訪れてしまう。繰り返す世界を見続けてきたリンネの精神はすり減っていき、ついにエデンで作られた世界には異常が発生し始めたのだ。そして俺はルーラーと直接話をすることになる。
人は幸福を求めるもの、人は過ちを嫌うもの、それが全て叶うというのに、あなたはそれを否定するというの？好きなことが好きなように叶ったら、そりゃ素敵だろうさ。だけど、得体の知れない何かに与えられた無機質な幸福は、自分の手で手に入れた些細な幸せにすら届かない。俺はここが楽園なんて認めない。俺がこの世界を否定した、その事実はルーラーに衝撃を与え、限界に近い状態で動き続けていたエデンは崩壊を始める。終わりの時は迫っている。もう一度よく考えて。それでもあなたがこの世界を否定するというなら、私を殺しにいらっしゃい。そう言い残して消えたルーラーを追い、俺はみんなの力を借りて、天使エデンが作り出す結界の中心地、新天宮タワーへ向かうのだった。さあ、どこからでもかかってきなさい。ここから先は一歩たりとも通さん。襲い来るガーディアンをトーカたちに任せ、俺は一人最上階へと走る。そしてどこまでも続くような螺旋階段を登った先に、彼女を見た。やっぱりか。来ちゃったんだね、シド。リンネ、それじゃあやっぱり。気づいてたんだね。全部シドウの考えている通りだよ。ルーラーは私。俺の望む未来は存在しない。そういうリンネになおも言葉をかけようとするが、リンネは天使エデンの真なる姿、パラダイスロストを発動。一度はその力、夢の世界に飲み込まれてしまうが、自分の目的を思い出した俺はその夢から逃れることができた。だから一緒に帰ろう、リンネ。元の日常で最初からやり直すんだ。こんなものを借りなくたって大丈夫。失敗なんて怖がらなくていい。俺がいる、みんながいる。お前なら自分の手で幸せをつかめるはずだ。自らもエデンのコアに囚われ眠るリンネ。俺の必死の声が届いたのか、リンネはコアから切り離される。リンネの手から制御が完全に離れたことで、エデンは暴走。日常へと帰る、そのたった一つの解決方法として、リンネは自分を封印してほしいと告げるのだった。ああ、わかった。それで、みんなで帰れる。それに、お前も救われるんだな。
きっとみんなで一緒にいられる唯一の答え。ほんの少しの時間だけ重なる唇だが、リンネの体は少しずつ光の粒子に変わっていた。リンネ、その体、どういう…本当はね、私は…私だけは一緒に帰れないんだ。どういうことだよ。だってお前さっき、こうしているとね、指導と過ごした日々がとても愛おしく感じるの。だから思うの、私の楽園は間違っていたかもしれないけど、指導といられる日々は偽りなく本当に幸せだったって。私ずっとずっとね。好きだったよ、指導のこと。そんな残酷な言葉を残して、その神リンネは世界から消失した。そして新天宮タワーからフラクシナスに回収された俺は、レーネさんから真実を聞くことになる。まず最初に言っておくが、ルーラーは精霊とは似て非なる存在だったようだ。精霊じゃない。レーネさんは全てを話してくれた。彼女は何か強大な霊力の残滓が意志を得たものであったということ。封印されれば器がない彼女は消えてしまうということ。そうだ、ルーラー園神リンネは君を守るため、そのためだけにこの世界を作ったんだ。エデンは俺を理不尽に閉じ込めるものではなく、俺の命を守るためのものだということ。俺は何にも知らないで、俺は お願いだ、シン。その神リンネはただ君を救おうとしただけだった。それに報いようとするのならお願いだ。後悔や謝罪ではなく感謝を。はい。そしてレーネさんは俺に小さな袋を手渡した。レーネさんが見ていないのでわからないという中身。でも俺は見なくてもそれがなんだかわかっていた。レーネさんは俺の様子を察したのか、小鳥の元へ戻っていった。エデンで作られた世界は間もなく消える。だから最後の時間はここで過ごしたかったのだ。
袋を開けると、出てきたのは家の合鍵だった。これは、リンネが俺の幼馴染だった証。大事にするって約束しただろ、リンネ。だったら責任持てよ。ちゃんと持っていけよ。出ないと分かっちまうじゃねえか。朝起こしてくれないって、嬉しそうに料理の味を聞いたりしてくれないって、お前の笑顔はもう見れないんだって。なんでだよ、なんでなんだよ。ずっと俺の幼馴染だって、一緒にいたいって言ってたんじゃなかったのかよ。リンネ、偽りの世界は消えていく。俺の中の記憶を一緒に連れて、ここで過ごした日常が、リンネのいた日々が、これからの毎日を壊してしまわないように。そして世界は真っ白に染まって、全てが巻き戻される。俺がリンネと出会う前の日常へと、強すぎる力を俺の中に残して。